誰か生存者の方はいませんか？よう、邪魔者は全員片付けといてやったぜ。俺に集中しろ、悪魔の足跡。あんた、何を？12年前、知りたくねえか。お前の身に起きた火事のことを。は？お前の母ちゃんと弟が死んだ火事のことを知りてんだろ。何？なんでそのことを知ってんだ？何者だ？そこの隊員から離れろ！そうか、俺に集中できねえか。じゃあ殺しとくか。やめろ！あの火事の何を知ってる？いえ、俺を楽しませれば教えてやるよ。さて、なんてまで耐えられるかな。なんだ、案外あっけねえな。殺すか。殺される？この状況でも笑っていられんのか。へえ、すげえ顔だな。ご褒美にあの火事の真実、ヒントその1、教えてやるよ。お前の弟、今も生きてるよ。何？翔が生きている？翔は骨も残らず焼け死んだって、どういうことだ？あの時翔はまだ1歳の赤ちゃんだぞ。生きていたらあの火事の時からどこに行ったんだよ。誰かが何か隠しているんじゃないのか。どうした、思い当たる節があるのか。何が目的だ？わざわざここに何しに来た？それが本当だとしても、なんでお前が知ってる？俺に興味津々か。いいだろう、ヒーローごっこをやめて真実を求め、俺と悪魔になるか。真実が知りたいだろう。ヒーローか悪魔か、だってふざけんなよ。なんだよ、期待外れだ。お前をぶっ飛ばして捕まえる。お前が何を知っていようと、お前は二人の消防官を襲ってんだぞ。そんな飛び蹴り好きだらけだぞ。ヒーローといえば飛び蹴りだ。こいつは悪魔の火力だぜ。すごいじゃないか。ゆっくりしすぎたか、邪魔が来だしたな。危ない、俺が捕まえる。その剣を振り回してどう俺を捕まえる気だ。捕まえた。シンラ、お前がヒーローにこだわるなら、またあの灰、ここにいる連中を一人残らず助けてみせろ。灰？なんだ。じゃあな、クマ、うまくやれよ。